いらっしゃいませ。今日はね、工藤社長のまかないのわがままパスタ用意してあります。いらっしゃいませ。食べ終わっちゃった。三原さん、マックにジンジャーエール出そうとしたら断られます。あ、そう、今日断るんだって言ってたんですよ。ダイエットして。さっきね、シシレモン飲んだ。おーい、五十嵐さん、ちょっと見せてくださいよ。早く。ほら。まだ見てないと分かんないよ、ね。見てくださいよ。見ないほうがいいんだよ。いや、見たほうがいいです。見てました。話してました。俺もう中身知ってるんで見てほうがいいです。え、なんで早く。皆さん。ありがとうございます。ありがとうございます。え、どんだけ持ってんの？え、なに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 ？ 2 つも？あ、これはボッカさんに。あ、これはボッカさんね。あー、はい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 。あ、そうなんすね。おでぐらさんにもありがとうございます。これ、いぐらさんの生ハム。あ、今日もね、届きますよ。今日、初物が。あ、青木さんですか。青木さん、青木さん、連泊でいらっしゃるんで。あ、さすが、もう分かってらっしゃる。見てください。ガラシさん、マジでほんとふざけないでほしい。ノースペース、ガラシさん、欲しいって言ってたんですよ、ノースフェイスの。俺もあのブルーパンツ買おうかな。 M だから入ると思います。ちょっと今入れてみてくださいよ。じゃあいずれ74から82。俺いつも基本82が基本で。じゃあ俺が履いてみましょうか。今マー君90で分かんない。ない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 。俺その数字分かんないんですけど。あれさん、これは初めてもらった。でもズボンなんてだって、あれ最初の写真でいただいてから2週間も来てないんですよ。あ、また来てくれたんですって。あの、五十嵐さん2、五十嵐さん2と俺のあの人は呼んでますので。2？ はい、五十嵐さん2、はい。確かにもう完全デフォルトになってます。いや、俺も忘れちゃう時、あれねえ、あれ完全五十嵐さん2ですからね。いやー、ありがたい。だ、今、五十嵐さんが白 T 今度買ったんで、白 T 今お気に入りできてるんで、多分五十嵐さん2は次白 T になってますよ。2って読みがやめて。あ、なんで？なんで？五十嵐さん2なのか、五十嵐さん2なのか。まあまあ、どっちもかかってますね、やっぱり。いい踏んでますね。五十嵐さん、あの、おぜこ屋さんで、そう、書いてほしいんですよ、これ。あー、この間言ってた。そうそうそう、これ書きましょうよ。これ今、五十嵐さんと俺が2人いるんだったら、五十嵐さんと俺が2人こう、並んでる時のこの時のこうタイトル、タイトルや思い出、思い出とか思い出の中とか、マー君邪魔とか、ね、あ、そうそう、そういうのも別にあの思ったことないことは書けないからね。思ったことを書いてほしいっていう。でもこの俺のここ撮ってください、工藤さんはあのゆゆからダメ出してくれました。なんで？もっと面白く書かなきゃ。うるせえって言いました。え、なんで知ってんのこれ。え、言ったの。言ったっす。五十嵐さん、まず五十嵐さん、でも五十嵐さん今日光キスケがいいから、これ一人の時にこれ今書いてもらって、次これ俺と五十嵐さんで一応書いて一個ずつ埋めていきましょう。桜咲く頃みたいな感じでしょ。桜咲く頃、あのね、ひすげ咲く頃、あー、という感じで。そういう、た多分ふざけていくともう言い過ぎて自分が、はい、書き、もう思いつかなくなってくる。まあ、ふざけるとかなくていいですよ、別に。ふざけてないんですよ。ふざけてはないんですけど、その流れで言ったら面白いか面白くなかったかだらしいだけだよね。それで面白くなかったって言われちゃったから、もうそうじゃないと思って。じゃあ今日はちょっと日光キスケと五十嵐さん撮って。真面目な顔してる。あ、いいですよ、五十嵐さんが漢字間違ったらあれ。そう、あの、俺もね、この撮るっていう字はね、工藤さんから教わってくれました。そうでしょ。さあ、五十嵐さん、なんて書くのか。これは2022年の日光キスケがすごい良かった東天小屋方面の下の大堀の、あの写真ですね。あ、はいはい、この雨が降るかなと思いきや降らなかったっていう感じの時でしょう。前には渡辺さんがいるから、まあ、渡辺さんに抜かないように気をつけながらこう背負ってたと思いますね、この顔は。解説解説付き。はい、あ、キスゲ咲く頃2022。ああ、
いいんじゃないですか。ほら、伊賀さんもこの名前書いて、やっぱ、菊田さん、この名前、やっぱけ、あれの、消しちゃいますよ、これは。もういいですよ。むしろ、ここになんか、伊賀さんのサイン、ペッ。なんで、で、俺がここ書いたでしょ。で、伊賀さんが短編書いたでしょ。で、せっかく俺と伊賀さんがいるから、ここの時について、なんか。ここにあるよ。その構図結構あるんですよ。まあ、ローテーションの関係ですよね。だから書きましょう、これ。じゃあ、俺は、俺これ書くんで、伊賀さんこれ書いてくださいよ。はいはい。こっちが春ね。こっちが秋。2024年バージョンが加わります。おお。あれ今日？今日です。へえ。あ、めっちゃいいじゃん、これ。ティートンさん喜ぶよ。でも、マーケルの膨ら具合が。太った私物が見える面積がちょっとそういう感じ。そんなに横幅広がります。全然自分でいつのかもう分からなくなってくる。確かに。でも俺は分かるですよ、服の格好とか。一緒だからもう全然。じゃあ伊賀さん書いてもらっていいですか。伊賀さん23歳、28年間やってるから、28年前の伊賀さんと今の伊賀さんだってか、もう変わってないですもんね。いや、変わってるでしょ。あ、変わってますか。変わってます。そう、考えすぎるとね、これはね、沼りますよ。毎回1個埋めていくパターンでしょ。そう、で、俺言ったんです。そうそう、俺もこれ言ったんです。毎回1個埋めていくパターンにしようって俺も言ったんです。それで分かる。その、何個も書くの分かる。考え、ちゃんと考えるんですね。ガッチャンの YouTube のアカウント、工藤さんが撮ってくれたあの尾瀬の背負ってる写真なんですよ、ガッチャンのアカウント。ガッチャン意外と尾瀬ボッカー残してんなと思って。ちょっと太ったし。どれも何回撮るんですか。何回言うんですか。見てください。あ、ボッカさんを応援しよう。この募金箱のお気持ちは全額ボッカさんへ渡します。本当かな、多分。かけ率7くらいよ。歩いてる時にありがとうと声をかけたい、感謝を伝えたいけど、話しかけられたのが申し訳ないと感じたり、差し入れを渡したいと考えてるけど、荷物になったら申し訳ないと多数寄されています。尾瀬小屋が責任を持って預かりし、シーズン終了に牧歌さん全員にお渡しします。これ毎回毎回数えておこうかな。今日はいくら入った。今日はいくら入ったっすよ。お気持ちだからね。お気持ちですね。ありがたいですね、本当に。これとは別に声で受けてるんで。別で、はい、それはそれで。おー、じゃあかなり、ま、今年の打ち上げはハワイ旅行でもね。いきなりワールドクラスね。あ、雨今日降ったり止んだりっすね。じゃあ俺これ書こうかな。素晴らしいですね。そういうとこ真面目のちょっと出るね。え？なんて？わざとらしいよ、まあ、わざとらしい。何言ってんすか。俺出ちゃったんすよ、真面目が。出ちゃった。素が出ちゃった。やっぱりあれなんですよ。今日もね、あの強さとは何か。工藤さんにとって強さとはこう何でしょうか。気持ちじゃないですかね。気持ち。やっぱ強くなるのも弱くなるのも、はい、自分の気持ち次第だと思うから、はい、何かに見れそうになった時、やっぱ強くいたいなって思うことは、その強さのなんか根本のような気がします。なるほど、まあ、やっぱ人間辛い時とか弱くなりそうな時ってめちゃくちゃあるじゃないですか、はい、その時にやっぱ弱い自分になるのは簡単ですけど、はい、強くいたいって思うことを意識してますかね。ありがとうございます。何の会話ですか。いや、これはね、強さとは何かっていうのでね、伊賀さんも伊賀さんなりの強さとは何か。伊賀さんの、ね、強さはね、優しさらしいです。あ、なるほど。優しさ、あの傷ついた分だけ優しくなれるっていう歌がありますけどね。確かにそのものかもしれない。優しさそのものがやっぱり現れてる。ありがとうございます。こちらで。お願いします。
僕からの優しさが体にさらに優しさが、ね、やっぱね、優しさを受けたら優しさを次返してもらわないと、返してもらわないと、で、俺もどん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 それでペイフォワード、それで最後自分に大きなのが返ってきますから、ペイフォワード、あるよ、持ちつ持たれつだったね、持ちつ持たれつ、ないでしょ、情けは人のためならずみたいな、情けは人のためならずそういうことですよ、はい、いっぱいいってください、本当にいっぱいいってください、本当にお気持ちですよ、雨だな、雨だね、降ってちゃいましたね、まあ横取りって横取りですよね、これ明日はヘリなんですよ、うちは、ああ、福島県側は明日ですか、明日今日僕やばいやしろやってる、なるほどね、明日無理でしょうね、いやいや、まだ分かる、明日無理でしょうね、終わったんですかね、今日でも今お昼でちょうど今休憩中じゃないですか、でもこれちょっと一息降りそうっすね、取れたらやっぱ社に、いや降りそう、帰り濡れるかな、まあ濡れてもいいっす、それが強さですか全然つんつんなってない、本当っすか、まあ、それ体の強さですか、それも大事、日内側ですごい珍しいですね、やっぱ、あこの絵は、でもちょっと五十嵐さんが多い、多いって何、でもめっちゃいいじゃんこれ写真、場所があんま今までないですね、木内がバックがあんまり、木道をすごい綺麗なとこで撮ったから、めちゃめちゃこれだったら、え木道いいじゃないですかって言われそう、うん、あーすげえちゃんと誤解されます、ね、もちゃんと荷物のセットが見切れずに、そう、そこはね細かいそうだ、あーこれがそういうとこ見切れてる、見切り発車、あと水平、地平、水平が合ってる、はいはいはい、そういう時もあります、やっぱり背負いながら撮影してるんでご了承ください、水平合ってるでしょ、これ見てください、モゼの物流の全てが映ってます、ああすごーい、あこれ欲しい、送ります、送ります、ストーリーであげたい、これがオゼの、もうこれしかないから、この物流は横バージョンもあります、おー、あーいやー、ここ工藤さん撮ってるだろうなと思いながら歩いてました、撮りました、もう絵が出てました、その絵が出てました、頭の中に、これこれよかったー青木さんです、紹介していいですか、はい、もう片品村にも遊びに来てくれて YouTube を見てくれて LINE も交換してるんで、今日はね、あの青木ぼっかから初物です、桃が届きました、あれも見た方がいいよ、萌えだわ、あ、あが、おう、お飲みましょう、あすごいね、よくぞ、あ、そうなんすか、楽しみっすね、じゃあね、まあ、あのゆっくり休んでお風呂にでも入ってのんびりしてってくださいよ、イガラさんと同じ、そうなんですよ、イガラさんと同じ今日朝そうだったんですよ、青木さんのサイズはね、ないらしくてね特注させていただいて特注でねヒートンで、あの、特注でいや、素晴らしいですね、これ、うちの、なんていうの、周りが桃畑なんですよ、あ、立派なもの、ありがとう、あ、そうなんすか、持っていけるかなと思ってさ、いや、素晴らしいですね、本当にもうこういうのが一番嬉しいです、どれも嬉しいです、今度はあの来年はマンゴーを持ってきます、へえー、もう、はい、持ってくれるだけ持ってきてください、青木ぼっか、お疲れ様でした、あ、待ってますんで、あの俺たちの、あのお土産も待ってますし、おぜうがいさんのお土産も待ってます、いらっしゃいませ、日本円が晴れてるから、はい、なんかやみそうじゃないですか、ミカエさんあれでしょ、カッパ着たかったんでしょ、カッパ着たい、カッパ着たい、俺ノーカッパでいきましょう、どっちが当たるかな、いや俺は別に当たらないから着たいんだもんね、俺が撮るの初めてじゃないですか、ニューカッパそうだね、マークいない時散々着てたんだ、ね、そう買いましたね、買ったし、今日なんかノースフェイスのズボンはもらったし、
至れり尽くせりじゃないですか。買ったしは違う。至れり尽くせり、そうか、それじゃない、それじゃないですね。迷わないで。でもズボンもらうなんてすごいですね。初めてだね。へえ。じゃあ俺も欲しいの言っとこうかな。ワークマンとかであってね。ノースフェイス大丈夫？大丈夫かな？サイズだな。サイズどうします？あ、ちょっとちっちゃめなの。え、わかんない。ノースフェイスのサイズ感がわかんないから。ノースフェイス結構でも大きめですよ。大きめならいいのかな。なんか俺ちょうど多分身長172、3、4あたりの人は、はい、一番微妙な位置にいると思うんだよ。あー、へえ。だから上はまあどっちでもいいけど、下が M だとちょっと短くねえんだろうし、はい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 、L だとちょっと長いんかなみたいな。え、どうします？もしで、ウエストがゆるゆるか、はい、パツパツの、はい、どっちか。なるほどね。のラインにいいんだよ、いつも。え、すごい迷うんだよ。さっき履いてみたらよかったのに。で、もしじゃあ履いたら返品させてもらってサイズ変えますか。でもだってこの人だって五十嵐さん2だってきっと履いてもらいたいから買ってくれたんですよ。だからちゃんとサイズをね。なんかあのズボンでもブルーというよりもカキツバタカラーっぽくないですか。立山林道カラーかな。どんな色？ちょっと青が濃い感じの。俺のブルーも濃い。あれ最近あったのちょっと薄まっただけで。あ、そっかそっかそっか。濃いブルーだ。それだ、同じ色だなと思った。ああ、あとはでもホールアースの靴履いたの俺 M で履いてるから。ああ、多分そういうの知っててノースウェイスも多分 M で買ってくれたと思うんですよね。いや、多分想像して。ああ、おすすめだったな。じゃあ例えば俺だったら A だったんかな。あ、そうなんだね。ウエスト82がもうわけはないんだ。いや、わかんないんですよ。ウエストどのくらいなんだろう。俺が82の数値で物買ってっから。はい。自分は 88？ 俺 88 ぐらいだね。おー、自分はウエストで合わせるかね。でもまあ、俺な、入れようと思ったら何でも入りますからね。何でも入りますよ。スライムはもう無理。そうっすね。どういうことだって、これしたら L だ。あ、言ってましたよね。M 買ったつもり。M 買ったつもりが L だった。そんなのあると思ったけど。上は M だよ。でもカッパとかって、ちょっとサイズ大きめで買っとくと、秋とか、ちょっと、厚めのやつなんか来た時に、そう来た時にいいんすよ。いや、これも考えるけど、でも夏場に合わせるでしょ、カッパだと。ああ、買ってる時とかザーって帰りにわーってなってる時に履くとか。確かに。で、これが濡れ、まあ、蒸れないやつですよね。浸透、なんだっけ、浸透圧分なんですよ。なんか濡れなさが、はい、あの弾き具合よりも濡れなさ具合の方が強い。強い。さあ、どうなのか、こうご期待です。後でレビューをお聞かせください。この間切ったまま途中までしょったけど、中はもうめちゃくちゃ無理。いや、無理っすよ。なかなかこの普通のこうやって歩くだけだったら、はい、しょってこうもう腕組んでこうやって、もうこの腕のこの辺はもう汗だけでしょ。はい、90キロしょったらね。汗めちゃかきますもんね。途中で脱いだもんね。すぐ、まあ、そうだよな。脱ぐ時も中がもうベッタベタ。しょうがないいいですか、そろそろ。大丈夫ですか。あとは虫キングとどのくらいで出会えるのか。雨のキスゲー、雨の中のキスゲーみたいな。ああ、そうっすね。もう撮ってんじゃないかな。ちょうど虫キングが大下の堀行ったあたりくらいだと雨降ってましたかね。帰り、今ちょうどぐらいだね。このさっきから降り出した雨が、はい、の頃がちょうど下の堀。なるほど。じゃあまた山の花で合流するかな。またあそこでポツンと座って待ってる。ねえ、どうせ行ってもな、帰れねえしな。
で、あっちの二人おせしな。そうそうそう。どうせおせごえってなんか遊んでんだろうなって。分かってくれるかな、そこら辺まで。分かんねえな。雨降んないですね。だから、だから脱ぐっしょ。だから最初が着なくていいんですよ、こうやって。見なきゃ、こう、空とか周り見なきゃ、岩井さん、着るときは。こんにちは。授業でも来たことね。思い出せない。思い出せない。今日俺振られないな、ずっと。いや、振られたらいいですよ。え？これですよ。こういう過ごし方。いや、全然いいよ、俺だって。別に明日がなかったら濡れようがないし。気持ちが強い。明日が、なんか俺だったらとか、あれだったらとかじゃなくて、こういうことだから素晴らしいっていう風に思える心が大事かと思います。お疲れ様でした。思えるのは明日がないからじゃん。明日だらってあるんですよ。運行課は今からですか。今からです。脱ぎました。正気卵。え？あの白が渡すので。はい。で、タキツバタ紫。はい。で、キスゲの黄色が。はい。あの三色が見晴らし地区。はい。の向こう側があんな感じだったんです。あの感じで。はい。3色はちょうど今ぐらいに。へえ、ね、だいぶ今日知ったのか。こんなに今日散るか。風強かったもんな。詐欺すげ。詐欺すげ。詐欺すげ。でも渡すげよりも詐欺すげの方が長いっすね。うんうんうん、って思うな。俺のあの処理遅いってもあってんね。またすげる、ちょい一呼吸遅いでしょ。はい。あ、そういうのもありますか。うん、じゃあ時期は同じじゃ同じなんか。またすげも今こんな。もうね、もうほとんどねなくなってきましたね、綿が。じゃあ前は本当見晴らしのところが白と紫と。あの白が綿すげだったって、ああいう感じで。綿系もねそんなにあったんだ。わたすげ、きすげ、かきつばかり。え、その時の写真とかないんすか。ない。ないんすか。写真撮ってなかったな。あ、撮ってなかったんだ。これ悔しいっすね。あれが当たり前だと思ってた時期は撮らないよ。あー、そっかそっか。今こんな風になると思わなかった。なるほど。あいつじゃあれ、これが、この景色がもう普通に見れるやつだって。あだからキスゲまだあっちのなんだ、あっちの下の方にいっぱい今咲いてるけど、はい、で本線はほぼなくなったけど、はい、あそこも一面ブワーなってたと、はい、だけど六兵衛と見晴らしの間、ここが今年キスゲ一番多いですねみたいな会話を俺小屋の人としてたから。へー。香りサイトしてたら今日かな。あ、そうなんですね。ここが今年一番キスゲすごいっていう旅だ。へぇ、こんなになると思わなかった。あれを残すとか何もないの。そっか、亡くなってから気づくんですよね、大体は。カメラも写真撮ってなかったかな。え、やっぱ今思います、こうなるんだったら、まあ、撮っとけばよかったなって。あれ撮らなかったんですか。そうなんだ。あの一眼しか持ってないから。はい、あれを持ち歩くのはない。そっかそっか、ボッカチョにね、そんな余裕は。今こうやってスマホとかがあるから撮れるけど、スマホと前はなんか持ってたし、常にオブラがある。はい、カメラを。スマホだとやっぱ画質が悪いから。まあね、そうスマホで撮ってもなと思って、だからちゃんとしたカメラで撮った。はい、ここ3年撮ってないけど。それならずっと帰り行こう。
マー君の初期の一回写真あったらね。へえ、うん、見たいな。持ち歩いてたと思う。本当っすよね。俺が1年目、2年目、3年目の時のとか結構持ち歩いてましたもんね。帰り3人、4人歩いて、ちょっと2人行って後ろ姿とか、はい、行った時のマー君の後ろ姿撮ってましたよね。あれにはいっぱいあるよ。いや、それはそれで、でも動画では残してないけど写真では残ってるってなると、うん、すごい面白いと思います。なんか今度五十嵐さん家行きましょうよ。行きましょうよ。で、その木下の写真をいろいろと見る回で、この時はああだったな、こうだったなって話す、ちょっとオフ会的な感じの。SD カードがただ全部入ってないから、はい、なんかデータとして、はい、だからちょっとめんどくさい。この SD カードに何が入ってる、何年の何が入ってるんだっけ。ああ、分かんないですよね。で、それが2、3パーツ SD カードだから、なんだっけって入れて、ブワーって入れて、これか。ああ、でもそれ SD に入ってたりとかするんだったら見なきゃ意味ないですよ。いや、分かる。で、何個かはだからパソコン入れて勝手に 入っていくんですよ、パソコンから。はい。で、入れても入れたのもあるんだけど、あ、これは入れたいなみたいな感じで。でも、もうどれが入れたやつかももう分からなかった。ああ、そんなにあるんだ。とりあえず整理整頓します。いつかしないとね。え、こんないいのあんじゃんみたいな。あ、きっかけがないと多分やらないと思うんですよね、人間って。きっかけを作るのがジャパンスポーツなんですよ。でしょ、でしょ。今まででもそうだったじゃないですか。きっかけをいっぱい作ってきてるんで。誰もいないんだ。誰でもいない。こうご期待。いないですか、やっぱり。錦鯉ちょっと追っかけますか。いやー、静かだな。座りながらでも。あー早い、あー早い、早いね、早いね。これですね。これだな。カッパはこれですよね。だからいつでも履けるように雨降ってて、もうこういうスタンバイしてんのに。あー、へー、出してザー来たら、はい、シャーンとって、なるほどなるほど。でやってから全然降ってこない。全然降ってこない。多分ね、天気も分かってるんですよ。五十嵐多分そうやりてんだろうな。降らないよみたいな。それは俺の負けではない。負けとかではないですよ。降らなかった、降らなかった、別に俺は、はい、騙されたな。騙されたそれが。履きたいって思わせといて、実は踏んなきゃいいって最初思ってるの。俺の勝ちだね。どうしたんですか、五十嵐さん。あの、最近大変なんですか。もやもやしてません。こんな平和な場所でそんなへそ曲がりの話。大丈夫です、誰もそんなこと思ってませんよ。履きたいときは履きたい。雨が別に降ってなくてもゆっくりなんか履きたいから長く履いてますから。長くはもう無敵じゃない。無敵、無敵。アトムが赤い長靴履いて履いてるから。長靴大好きで今、ゆっくり。お気に入りでね。だから、なんか雨イコール長靴だ。じゃなくて別に、すごい炎天下で晴れてても暑いなと思っても、カッパ着たかったらカッパ着ていいんですよ、別に。まあ、暑いんじゃないんですかって多分何人も言われても。カッパ、脱ぎました。23分。長すぎない？ちょっとでいいんだけど、今日。あー、到着しました。牧歌終了です。あれ？まだいたの？待ってました。何分くらい待った？あ、やっぱ朝ね。
はいはい。で待ってて、2時10分から15分の間ぐらいに出て、はい、すごいな、井上さん全部読んでたね。あ、でもちょっと違う、ちょっと違うけど、でもほぼ、あ、で、まあ、2時ぐらいまで待って、あいつらやっぱ来ねえなってなって。なんすかあいつらって。もしかして1年目の小坊主が俺たちに向かってあいつらって言ってるんですか。小坊主が心の中で言うの。まあ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 、俺も心の中でいっぱい言ってますもん。一番言ってでしょ。本当にもうそういうキャラで行かしてもらいます。帰り動画撮ろうと思ったらそのタイミングでザーッと正解じゃん。であのあそこで雨降ってきて、一応撮るには撮ったんですけど、うん、めっちゃ雨、めっちゃ雨。最近ぶっ壊れちゃったところ、早速巡視の人が直してくれました。それも全部、全部読んでたね、井上さん。この感じだと、何時が小屋出て、ちょうど岸辺のところで、このうちらが見晴らしに減った動画のバーって言ってたので、ちょうど岸辺の辺で、ちょうど岸辺の辺で、雨じゃね完璧だね。通じ合ってますね。通じ合ってます。どっちが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 洗って、いや多分虫キングはやっと俺のこと分かってきたかっていう。五十嵐さん。俺でも大体の人。さすが48歳。石田君なんか一番分かりやすいんだよ。一番分かりやすいですよね。一番分かりやすいのは石田君。次は。分かりづらいのもあるから。そうなんですよ。意外に俺分かりづらいんですよ。遅い分だと分かるけど、はい、早い時の時間はもう分かんないですよ。そうっすね。遅い時のペースだったら、ああ、こんなだろうと分かる。はい、たまに早い日があると思う。
わかんないですよね。一人が大体わかる。大丈夫。気持ちも、気持ちとか動きも全部わかる。あれ、この間の見た、なんか石田君が、はい、転んだ、ひっくり返った時の動画。最近、最近長いから多分見切れないんだよ、多分。長いやつも飛ばしながら見てるから。長いやつの合間にそのシーンが、石田君が転んで。いつだっけあれ、いつの回だっけ。1週間前だね、そうだ。1週間前くらいですよね。あ、そう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 。あー、じゃその日のやつ見ればわかるんか。そう、あれ石田君がそこで転んだ、自分撮っててやっぱ、はい、で石田君がそのやってるのが対談からずっと撮ってたやつ。あー、すごいよ。ちょっとナレーションなんかもう石田さんが、あの、あ、猪狩さんが、はい、あ、転んでんなみたいなの分かってて、そこでこんなやってるってことはやっちま、なんかそう、こうやったなみたいな、あんな場所でなんかこうやってるってことは、はい、ひっくり返ったなみたいな。でも木道なんか滑ったのか、なんかつまずくのかとかって言ってたけど、石高さんがこう木道がグラグラしてますよここみたいな、で転んだんすよみたいなジェスチャーして、それ全部理解して、で今メンタルがこういう状況だから、はい、あのベンチで休みます、休みますよ、休みますよ。10メートル先でベンチがあって、で多分一番右端のベンチに座って、ふーってやって一服するみたいなのをずっとやって、こっち側で海岸でずっとアップで撮ってんだけど、はい、その通り。その通り。動きが。あれだけね、本当当たりすぎてるからね、あのテロップと効果音つけちゃった。逆に当てられた方も嫌だよ。俺はあれ今シーズン一面白かったですね。俺はね。あそこでもあの重心の人が直してくれますよ。あ、らしいよね。それ一応動画撮ってきました。あ、ありがとう。言っといたんだよね、重心の人に。あそこで心配そうに聞かれて、誰かこけたって聞いたんですけど。あ、へえ。やばいっすかって聞かれて。あれやばいよね。そうっすね、ちょっと今結構言うとコロって滑っちゃうんで、いいんですか。あのコロはやばいっすよね。あの、無理でしょ、自宅で耐えれないんだから。はい、まあ俺はそのコロは分かってやる。あっち側じゃなく、転がる方じゃない方を踏んだんですよ。たまたま？たまたま。へぇー。で、まあまあそっちもグラグラして、うん、こう、あ、木道がその割れてるのが分かって、うんうんうん、これやべえなと思ったんですけど、うーん、直で左のこう、あ、段差だもんね、降りたとこがあれだもんね。あー、そうなんだ。1個目がそっちのグランの方、左足で行ったから、はい、って言って。なるほどね。あとお払い行くってそれ朝言ってます、聞いてますもん。撮ってます。じゃあいいや、これ2回目です。ちょっと続いてっかね。お天道様、頼むぜ。お疲れ様でした。